ヘルシャイトは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のメルキッシャー軍に属す、町村である。人口5000人、以上、1万人以下の、クライネクラインシュタットに分類される。ヘルシャイト町内のシュバルツェア・エ画ガヘルシャイトは、メルキッシャー軍南東部、ザウアーラントの山がちな地形に位置している。町の南部には、 高さ663メートルのエッペ山地の最高峰のルトヘレがある。ここからエッペバッハ川が湧き出している。この川は東の町境でエスタータール関によってせき止められる。バーゼ関とフィルビッゲタール関はヘルシャイトの西にある。一部がヘルシャイトの町域に含まれる。ガスマート集落は西の町境にまたがって存在する。北西を シュバルゼアーエー川が流れている。この川がベルドールアルテンミューレでバーゼ川に合流する。ヘルシャイト中心部のやや外れをブルーフバッハ川が流れている。この川は自然保護区アウフデムローテンシュローテから流出し、町の中心部の東でバイセアーエー川に合流し、ヒューイングハウゼンでさらにエルゼ川に注ぐ。町域の北はジリナーベルク及び オストヘレに達する。ヘルシャイトの最低地点は、シュバルゼアーエ川の谷で、海抜250メートルである。長域の北部は、リューデンシャイダー盆地に位置している。ヘルシャイト周辺のヘルシャイダーエッペは、エッペ山地の北の中心部を形成している。エッペ山地ン,ン部のヘルシャイトの地層は、オルドビスキに属しており、黒い粘板岩の薄い層と、オルドビスキ初期から、 中期の砂岩からなる。キースベルト近くの岩の層には、様々な化石が見られる。長域の南北の最大幅は9 6トル、東西のそれは9 4トルである。最も北の集落は、ビーゼンフェルトで、最も南の集落はヘルフェルである。流電シャイトの地域にあるバーゼタール石の南端近くにあるショトットメルトがヘルシャイトの最も、西の集落で、ヒュイングハウゼンが、 最も東である。ヘルシャイトとプレッテンベルクとの境界は、現在も、かつてのベリン島、ベリナーバウムとの間の国境防衛線を通っている。森林が58.7%と長域の最も多くの部分を占めており、農業用地は32.0%、住宅地及び交通用地は8.5%、0.8%が、その他の用途の土地である。 ヘルシャイトの人口密度は124人、平方キロメートルで、メルキッシャー軍で最も低い値である。ヘルシャイトに隣接する市町村は、ベルドール、プレッテンベルク、アッテンドルン、マイネルズハーゲン、リューデンシャイトである。オルペ軍に属すアッテンドルン以外はいずれもメルキッシャー軍に属している。町域に地区は設けられていない。この町は、多くの集落からなる。 ヘルシャイトの気候は大西洋に支配されている。これを担っているのが西風である。特徴的なのは比較的多い降水量と高度の割には温暖な気温である。7月の平均気温は約摂氏15.6度で最も暖かく、1月のそれは低、摂氏0.4度と最も寒い。年間平均気温は摂氏7.7度である。年間降水量は 9 9 7ト、mm、ルである。ケルン大司教は1072年に教会と村を新しく創設されたグラーフシャフト修道院に移情した。この村は後にマルクハク領に属した。注目すべきは、ハクが15世紀以前にすでにヘルシャイトの土地に狩猟権を授けていたことである。これは、エッケ山地で捉えられたマルクハクエンゲルベルト3世の 解放に農民が役立ったことが背景であった。この他の特権として、独自のアムトと、エイリン、漁老家があった。この村は、中世後期には、フライゲリヒテの所在地であった。最初の裁判記録は1386年と1387年の、ものである。記録は1499年と1512年で、終わっている。少なくとも一つの事案でこの裁判所は、 全国的に重要な訴訟手続きを行った。全体的に事案の数は他の裁判所に比べ少なかった。30年戦争と二度の大化で古い建造物はほとんど失われた。一部被害を免れたのは頑丈な現在の嫉妬教会だけであった。1862年以後の復興は主に石材建築よってなされた。長域内の多くの小集落では、 農業の他に鉱石採掘や金属化工業が重要な産業であった。ジルベルクなどの古い行動跡がこれを証明している。ジルベルクでの工業に関する文書は17世紀にまで遡る。この産業は18世紀には極めて限られた範囲で営まれていた。19世紀には新しい行動が掘られたが、すぐに再び放棄された。 この他にも多くの行道や工業所があった。ヘルシャイト地域での採掘量には限界があった。工業を記念して1970年代末から学習路が整備された。アーエタールやエルゼタールはアーエイコールハンマーなどの工業化以前あるいは工業化初期の製造所を受け継ぐ伝統産業が立地していた。近隣周辺には数多くの塊鉄路があった。 これは13世紀からの効率的な製鉄方法で、後の15世紀以降は水力を利用した鉄生産、鉄加工が行われた。作業は主にライデマイスターと呼ばれた事業主の施設で行われた。特に大ゼムントシュミーで、すなわち先鉄を精錬して加工可能な材料に仕上げる過程は重要であった。当初はまだ施設で精錬を行っていたが、後には ジーガーラントや量は少ないもののベストファーレン工量から鉄を入手するようになった。ベストファーレン州のラントゲマインデ法の施行に伴い、1840年代にアムトに主張性が取り入れられた。アムトヘルシャイトはこれ以後、他の7つのアムト、合わせて19町村と共にアルテナ軍を形成した。19世紀初めにも8軒から10軒ほどの 伝統的な鉄火工場が存在した。作業自体は、わずかな労働力しか必要としなかったが、木炭の製造や、原料の輸送、製品の搬出といった間接的な産業が生まれた。石炭で稼働する、電鉄工場が設立されたことで、1830年代から、大勢ムントシミーでは姿を消していった。これは、劣悪な農場状態と関連して、 1840年代に農業危機を引き起こしたが、最終的に農業への集中といくつかの新しい商業系企業が立地したことで克服された。高知であることや一部の貧しい土壌のために農業の収穫は乏しかった。さらに、小規模経営の構造でもあった。少数の大農家の他に、数頭の牛と工作用の家畜一頭だけを、 所有するような小規模な農家が数多くあった。小規模営農者には自分の土地を持たない者も,もいた。彼らの所有する者から得られるのはせいぜい自給自足分であり、主な収入は他の産業労働から得ていた。第二次世界大戦後、小規模営農者はほとんどがこれを放棄し、少数の大規模で効率的な農場だけが残った。 1915年7月8日に鉄道プレッテンベルクヘルシャイト線が開通した。それ以前にヘルシャイトからの最後の郵便馬車がプレッテンベルクに到着した。1918年、1919年の革命後、ヘルシャイトでは社会民主党員が増加した。街の独自の支部は形成されなかった。DVP や DNVP といった 市民政党も活動が活発になった。地元の牧師は右翼政党の DNVP を公然と支援した。この他に鉄兜団や青年ドイツ騎士団の地区グループも形成された。1930年代の初めには NSTP も足場を固め始めた。この頃には KPD もヘルシャイトで活動していた。1932年11月の ドイツ国会議員選挙で NSTP は約45.51%の票を獲得した。これはドイツ全体での得票率に比べてかなり高い数字であった。スピードと KPD はほぼ同率であった。カトリック系住民がほとんどいない状態であったため、中央党は何の役割も演じることはできなかった。DNVP の得票率は9.28。 パーセントであった。他の政党はいずれも低い得票率に追いやられた。1933年3月のドイツ国会議員選挙では NSTP が66.24%の票を得て疑問の余地なく政治活動を支配した。この選挙においても NSTP のヘルシャイトにおける得票率はドイツ平均よりもかなり高かった。 スピードは16.36%と半減し、KPD は最も大幅な弱体化に甘んじなければならなかった。黒から白から赤戦線,線と名乗った DNVP は7.56%であった。他の政党はさらに役割がなくなった。国家社会主義時代の幕開け後、他のドイツ各地と同様に政治的、社会的に強制的同一化がなされ、政敵は 排除されていった。ユダヤ系住民がいなかったため、ヘルシャイトでは直接的なユダヤ人迫害は起こらなかった。福音主義協会組織内では、現職の牧師を中心とした政府に忠実なドイチェクリステンと国白協会に近い立場を取るフラウェンヒルフェとの対立が高まっていった。この町は長らく爆撃を免れていた。 数発の目標を外れた爆弾で被害を受けただけであった。しかし、1945年春にはヘルシャイトにも第二次世界大戦が到達した。ルールポケットの戦いを受けて陸軍兵学校がヘルシャイトに移転した。後退する前線に伴って低空飛行による攻撃が増えていった。4月11日頃からドイツ軍部隊と アメリカ軍部隊との間で戦闘が始まった。4月13日の朝、アメリカ軍がヘルシャイトに入った。ドイツ兵はヘルシャイダーミューレから敵兵に向けて射撃を行った。この戦闘によっていくつかの建物が損傷を負った。市民と兵士が傷つき死亡した。首都教会の内陣も攻撃を受け、バロック様式の祭壇が破壊された。第二次世界大戦後、 住宅地であったヘルシャイトドルフとヒュイングハウゼンが急速に発展した。追放された人々や難民を受け入れたことがこの街の発展に一定の役割を果たした。戦後すぐに合計850人以上がヘルシャイトにやってきた。これは住民の約18%に相当する数であった。大きな一戸建て住宅地が造成され、道路が拡張整備されたことにより、 ヘルシャイトは、リューデンシャイトやプレッテンベルクの労働者にも、住宅地として注目された。1969年1月1日に、廃止された町村のリューラントがこの町の一部となった。ヘルシャイトは新設された、リューデンシャイト軍に属すこととなったが、1975年に、メルキッシャー軍に編入された。福音主義使徒教会、メルキッシャー地方のザウアーラント南部は、 遅くとも9世紀にはキリスト教家された。1072年にケルン大使教案の2世はグラーフシャフト修道院にハートセドの教会などを移常している。13世紀半ばからヘルシャイトはおそらく独立した教会区となった。1552年にこの町は宗教改革がなされた。魔力薄量の教会は長老会議の伝統のもとに成立した。 カトリック信者の数は20世紀に入ってかなり経つまで少ないままであった。1930年代に大きな職場が設けられたことでやっとカトリック信者の数はある程度増加し、カトリックの礼拝も再び行われるようになった。教団の発展に伴い、1960年代に独自の教会が建設された。2011年時点の宗教分布は、 福音主義50.6%、カトリック19.1%、その他の宗教、または無宗教が30.3%である。以下の表に各時点の長域における人口を記す。ヘルシャイトの町役場1945年6月6日から1945年10月25日まで、ヘルマム・アルベルツが委任長長を務めた。 1945年10月26日から1946年4月4日まで、グスタフ・ポットホフが専人の町長,長を務めた。その後ポットホフは、ゲマインデディレクトールとなった。名誉職の町長,長、専人の町長,長、2014年の町議会選挙以降、ヘルシャイトの町議会の議席数は22議席である。ズ柄、ガラ、に、 赤と白の三層の格子模様の横帯、そこから現れる直立した赤い鹿。解説、ヘルシャイトの紋章には丸く白の格子模様が描かれている。これに加えて鹿が描かれている。これは旧バルベルト町の紋章における漁師と同様にクレーフェコーヨハン三世から授けられた狩猟特権を表す。この他にこの町の町名が鹿に由来するという。 解釈も示している。この文章は、オーシュップ教授のデザインによるもので、1935年に認可された。文化イベントには、町の中心にある、出前晴れ、ゲマインデ晴れが用いられる。ヒュイングハウゼンには2番目に、大きな祭事場ラムベルク晴れがある。MGV コンスタンティアヘルシャイトは、町役場の町民ホールを、町ネイコールコンサートに利用している。 ここではこの他に演芸イベントも開催される。ヘルシャイトには劇場がない。最寄りの大きな劇場はハーゲンにある。保存鉄道のヒュイングハウゼン駅ヒュイングハウゼン地区からプレッテンベルクケビングハウザーハンマー行きのメルキッシュ保存鉄道が運行している。スピーカーは2005年に町の所有となった。この建物は歴史、郷土協会によって保存、 管理されている。ここに設けられた郷土室は定期的に週末に、または申し込みによって見学することができる。シュピーカー2015年から、町域全体がザウアーラントロタール山地、自然公園の一部である。1964年から2015年までこの町は、エッペ山地自然公園に属していた。町域の大部分は1964年の自然公園制定に伴い、 警官保護区に指定された1985年2月1日から、フレッテンベルカ・ヘルシャイトのイエンラーで警官計画が存在した。1998年10月23日から、この町の町域は、ヘルシャイト警官計画が存在したが、これは、フレッテンベルカ・ヘルシャイトのイエンラーで警官計画には、含まれなかった。ヘルシャイトでは、建物が建て込んだ地区や、 開発計画の適用地区を除き、自然保護区などのより工事の指定を受けていない限り、景観計画地域に登録された。この景観計画の第一修正は2005年11月4日に発行した。長域内には15の自然保護区が存在する。ザウアーラントで最初の自然保護区の一つとして、広さ3.1ヘクタールのボルフスブルーフ自然保護区が1930年に、 設けられた。ボルフスブルーフ自然保護区は2012年に16.9ヘクタールに拡大された。他の14自然保護区はヘルシャイト警官計画1998により指定された。これにより、ブラウケ自然保護区、カムモア自然保護区、ブッシュハウザージーペン自然保護区、ヘリフェラーブルーフ自然保護区、ゾネンホール自然保護区、アウフ、デアガスマート自然保護区、 ブルメッケ自然保護区、アウフデムローテンシュローテ自然保護区、イムビーブルーフ自然保護区、ニュムマート自然保護区、オーベレスエルゼタール自然保護区、ヘルフェラーバフハタール、カーターレイ自然保護区、ホーホシュタイナーモア自然保護区が指定された。町内の6つの自然保護区が、エッペモアの一部として、ナンバーで4812から401の欧州、生息地指令に指定されている。 FFH 地区の一部はマイネルズハーゲンの地域にまたがっている。町内の2つの景観保護計画で34の自然文化財が指定されている。このうち27件が単独の樹木あるいは樹木群で7件が洞窟や岩などの土地に関する自然文化財である。自然文化財のシェーネベッカー洞窟はナンバーでマイナス4711から302として、 FFH 地区、シェーネベッカー洞窟にも指定されている。全長118メートルのシェーネベッカー洞窟は、一般の往来からコウモリを保護するために、網フェンスで閉ざされている。町内には86件の保護対象の、警官構生物がある。町内には、連邦自然保護法30に基づき、法的に保護されているビオトープが数多くある。これらは同時に、 他の保護カテゴリーにも分類されている。ヘルシャイトには他の鳥類に混じって大型鳥類の鍋孔や赤飛びが現れる。ヒュイングハウゼン近郊の多くの木は胸の高さの幹回りが7.85メートルある。ヘルシャイトの屋外プールヘルシャイトでは様々なスポーツ種目を楽しむことができる。例えば武道、航空スポーツ、ジョギング、陸上競技、ミニゴルフ、 自転車競技、テニス、体操などである。ノルトヘレの山の地形を生かして、リフトを備えたスキー場が稼働し、アルペンスキーを楽しむことができる。ここには、長さ1 2トルのエッペカムロイペも設けられている。夏には、谷の席の近くで、インラインスケート、サイクリング、散策を行うことができる。温水屋外プールでは、水泳を行うことができる。遊歩道。 リヒャルトシルマンベークはヘルシャイトからジークブルクに通じている。射撃クラブヘルシャイト1950は毎年年の半ばに射撃祭を開催している。また、この射撃クラブは1984年からエアガン射撃の町内チャンピオン大会を開催している。1990年から第2アドベントの週末にヘルシャイトでクリスマスマーケットが開かれる。 8月の第2週末に、レイリン地区で、レイリナーベルクフェストが開催されている。また、2001年から毎年10月3日に、レイリンのカボチャ祭が開かれる。グスタフ・アルベルツ GMBH とコーバー・ヘルシャイトの工業は、主に自動車分野の部品製造が盛んである。グスタフ・アルベルツ GMBH は、この町に存在する、家庭用、金具、 庭園用品のトップメーカーである。ヘルシャイトは主要交通路から離れた場所にある。1832年に流電シャイトやプレッテンベルクとの間に定期的な郵便馬車が設けられた。1846年、1847年にこの町を通って2つの林時を結ぶ道路が幹線道路として拡張された。公共金交流格交通1965年の 鉄道プレッテンベルクヘルシャイト線の旅客運行廃止後、ヘルシャイトの公共近郊旅客交通はバスに依存している。この鉄道の運行頻度は廃止されるまで低いままであった。現在バスは主にメルキッシェ交通共同体とヘルシャイト、町民バスによっている。バス路線54号、254号、N7 号は臨時のプレッテンベルク及び流電シャイトあるいは プレッテンベルク駅及び、リューデンシャイト駅へ20分から30分で到着する。20世紀初めにリューデンシャイトやヘルシャイトを通り、プレッテンベルクヘルシャイト線に接続し、ボルメタールとレネタールとを結ぶ、ボルメタール鉄道の計画があった。しかしこの計画は、建設資金は捻出できず頓挫した。路線区間は、約 33.9km であった。 ザウアーラントの山勝ちの地形のため、この計画はトンネル工事、橋梁工事、立体交差が盛り込まれていた。例えば、ベルゼタールとアーエタールとの間の尾根には全長650メートルのトンネルが計画されていた。もう一つのトンネルは、ヘレから射撃ホールのふもとまでヘルシャイト町内を通る全長300メートルのものであった。 全部で4つのトンネルは合わせて2175メートルとなる計画であった。このための公費は184万マルクと算定された。王立鉄道管理局は総行費を980万マルク、1キロメートルあたり28万9100マルクと見積もった。道路ヘルシャイとの最寄りのアウトバーンのインターチェンジは A45 号線の流電シャイと南インターチェンジである。 ここからヘルシアイトへは、修道 L561 号線経由で約 6km で到着する。連邦道 B229 号線が、長域に近いバーゼター領通っている。航空特別飛行場に分類される、プレッテンベルクヒューイングハウゼン飛行場が、ヒューイングハウゼン地区にある。最寄りの国際空港は、約 60km 離れたドルトムント空港及び、 約 75km 離れたケルンボン空港、約 110km 離れたデュッセルドルフ空港である。地方日刊誌が1ー,ーレンダーターゲーブラッドである。ヘルシャイトでは、ラジオ MK のノルトベストファー練習向け、ローカル放送を聞くことができる。この放送は、送信書ナンバー73から 100.2MHz で放送されている。ヘルシャイトは、 w d r のローカル放送局スタジオ人間のサービス提供地区に含まれる。ヘルシャイトには基礎家庭学校が2校ある。本家庭学校のラーレンベルク州では1964年に建設されたが、生徒数不足のため2014年7月4日に閉鎖された。ボルメタール市民大学はヘルシャイトの旧本家庭学校を利用して数多くのコースを開校している。 ありがとうございます。